がり何かの予言が当たる年何かが終わりを告げる年誰もが勇気を忘れちゃいけない優しい心も忘れちゃいけない獅子の瞳が輝いてうたまどうした？お兄ちゃん。不良。おい。すいません。静かにしてください。これじゃトロ君気が散ってしまって。すまん。すいません。さあトロ君、もう一度やってみよう。思い切ってな。はい。本当に静かにしてくださいね。さあトロ君。いいか、落ち着いたら。はい。よし。そうだ。そうだ。今度はお腹に力を入れて。ほら、もう少しだ。よし。できるじゃないですか。いや、ありがとう、ありがとう。大先生、ありがとう。いや、ありがとう。大鳥さん、ありがとう。おかげで今夜からテレビが見られます。そうか、よかったな。でも夜更かしちゃダメだよ。はい。お父さん、早く帰ってテレビ見ようよ。そうだったね。じゃあ、皆さんお先。さあ、帰るわよ。そら。羨ましいくらい仲のいい親子ね。お父さんも大変だ。亡くなったお母さんの代わりまでやってるんだな。お父さんがいるから大丈夫だよ。さあ行こう。どうしたんだい？ちょっと待て、今表開けるからな。待ってろよ。どうしたんだ、トロ君。おい、大鳥君。はい。あ、なんだ、トロ君。何も言わないで、ちょっと聞いてみてくれや。え、どうしたんだ？お父さんは？そうか。お父さんに何かあったんだね。そうだろう。大鳥さん、父さんが殺されたんだ。何？なんだって？トロ君、詳しく話すんだ。
とにかく警察に連絡しなきゃ。さあさあ中入って中入って。さあ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 。犯人が残したウルトラマンレオの意味するものは何？それはゲンにとって予期せぬ恐ろしい事件の始まりであった。3日目の夜、降りしきる雨の中、ゲンは鈴木隊員とポール兄弟を訪ねたのだが、ゆうべ俺のとこ泊まったんだけども、どうもしっくりいかないんだよ。こう見えても俺は独身だからな。飯の支度ができんのかよ。僕んとこは弟がいるしな。大鳥さんが私のところがいいって言うんですけどね、うん、そうか。ねえどうだろう、僕の家へ来ては。鈴木隊員のところへ。うん、うちには女房もいるし、それにとても子供好きだから喜ぶと思うよ。あ、大鳥君も泊まりに来ればいい。しかし鈴木隊員にまで迷惑をかけては。な、大鳥さんも来てくれんならいいだろ。うん。もうすぐだからね。はい。おお、なんだこれ。あ、あいつだ。お兄ちゃん怖い。あの兄弟を見てください。あの兄弟や鈴木隊の奥さんのことを思うと、いても立ってもいられませんよ。この敵は俺はきっと取ってやる。隊長、ちょっと来い。宇宙金属でできている。宇宙金属？そうだ。じゃあこの事件は宇宙人？レオの名を語って地球を侵略しようとしている挑戦状だ。敵はまだこの近くに。慌てるな。まあ、こんなところにいるもんか。それより車を見たか。ドアが真っ二つだ。容易ならざる技を持つ相手だ。正体がはっきりするまで追ってはならん。しかしそのためにまた人が。私に考えがある。いいと言うまで絶対に手を出すな。じゃあ明日朝までよろしく頼む。了解。さあ俺たちはベッドでひとのめりだな。おとり。はい。隊長は？さっきまでそこで地図を調べてましたが、ちょっと出かけてくると言って、たった今。こんな時間に？ええ、これでもう3日目なんです。毎晩夜になると出かけていくんです。隊長どうしたんでしょうかしら。毎晩？2番、3番、4番。これは昨日の現場じゃないか。連続殺人事件に人々は怯え、人影の絶えた深夜の街に敵の正体を探る杖の音が響いていた。ダンの鋭い目は闇に潜む黒い影を待っていた。Yeah.
大鳥さん。ここは大鳥さんの部屋よ。なんだって。隊長、ひどいじゃありませんか。なんだ、隊長のピンチを助けようとして俺を殴るなんて。わからんやつだな。ああしなかったらお前は死んでいたんだ。そんな、私の言いつけを無視してなぜそう死に急ぐ。やつは鶴く星人だ。自分の両手を刃物に変えている。まともに戦ったら勝てる相手ではない。しかし隊長はどうやって。なんとか追い払うことはできたが、この次はわからん。ベン、あの子の目を見ろ。あの子はかつてお前が自分の牛を全滅された時の気持ちと同じだ。あの子のことを思うならもっと慎重に行動しろ。はい。諸星だ。東京 BX104 地区に宇宙人が現れました。よし、大臣出動。大丈夫。鶴く星人だ。引き上げだ。隊長、引き上げだ。はい。全機に次ぐ退却せよ。隊長、一体市民は何と言ってるか知ってますか。分かっている。腰抜けだの卑怯者だのと言われて悔しくはないんですか。幸い成人も引き上げたからいいようなものの。これだ。前機のスピードを倍にするようにエンジンをチェンジしておる。はい、アガシ行くぞ。はい。他の者は次の出動に備えて待機だ。はい、はい、隊長、隊長には登録兄弟や残された鈴木隊の奥さんの悲しみがわからないんですか。悲しみか。僕たち宇宙人だって涙あります。ゲン、私はお前の涙など見たくはない。今や事態は甘くはないんだ。マック前期のスピードを倍にしたところで成人に勝てるわけはない。大事な隊員のためだ。隊長、成人に勝つ方法はただ一つしかない。ウルトラマンレオだ。それならあの時でも。当てるな。今のお前の技では勝てない。昨夜、私がなぜお前の頭を打ったかわかるか。左右の手刀が二段攻撃でお前の首を狙っていたんだ。二段攻撃？その技に勝つ手は一つだ。これからお前はそれを覚えるんだ。一つの技には一つの技で勝てる。だが二段攻撃には三段攻撃しかない。
これが奴の二段攻撃だ。避けていては奴には勝てん。二段攻撃をかわしてさらに攻撃しなければならん。絶対に避けてはいかん。相手の左右攻撃は自分の左右で防ぐんだ。残る一つの攻撃は足だ。自分の命は自分で守らねばならん。しかしそのために多くの人間を犠牲にすることは許されん。お前は必ず勝たねばならんのだ。はい。悔しかった。マグマ星人との戦いに敗れさえしなければ現にこれほどの苦しみを負わせることもなかったのだ。隊長、エンジンのチェンジが完了しました。ご苦労。君も失踪に備えて待機したまえ。はい。彼らはまだ私を信じている。エンジンをチェンジすることで勝てると思っている。やって！ゲンの特訓は続いた。敵の二段攻撃に勝つ技は何か。ゲンの心は焦った。焦れば焦るほど無駄な努力が続いた。そしてゲンとダンの恐れる時がやってきた。いやBX105 地区に星人発見。隊長、準備完了です。
ラマン・レオの命は地球上では2分40秒。しかし今、レオの命はあと数秒となってしまった。レオは、ゲンは、一体どうなるのだろうか。暴れ回るツルク星人の前にマックの攻撃はひとたまりもなかった。その頃ゲンはツルク星人の二段攻撃を破るべく滝を敵に見立て三段攻撃をマスターしようと懸命になっていた。だが流れ落ちる滝を切ることは可能であろうか。頑張れゲン、頑張れレオ、さあみんなで見よう。